日本近畿地方大阪府大阪市中央区南、本町南本町は大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は南本町1丁目から南本町4丁目。船場の内北から12番目の町で、北は本町、南は船場中央、東は東横堀川を挟んで本町橋、西は西横堀川跡の阪神高速1号。 環状線北域を挟んで西区西本町とそれぞれ接する。地内には大阪メトロの本町駅及び境筋、本町駅がある。現在の3丁目と4丁目の内新西橋筋から狐工事間の中央大通東駅沿いは、日な町、渡辺筋沿いは、北渡辺町、南渡辺町、西横堀川沿いは、長浜町という町名だった。 1872年に南本町1の5丁目を1から4丁目に改変。1930年に北渡辺町、南渡辺町の各一部を編入して1から5丁目に改変。1989年に東仏町1の5丁目を編入して現行の1から4丁目に改変された。1962年に埋め立てられた西横堀川には、 高ト通る橋が加境されていた。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町邸一覧。人口統計ラボ。 2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、南本町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、 平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成27年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長,長あざ等、総務省統計局2019年8月16日閲覧平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧 郵便番号も2018年度版、日本郵便、2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。